ユールモアの原種バウスリー。あの取り巻きは罪食いか。人を襲いもしないなんて、これが彼の力なのか。あれは！カイシルじゃないか！一体どうして？なんだお前たちは。勝手に飛び込んできて失礼なやつめ。ドン・バウスリー、これは何事か。なぜ彼が傷ついているのです？なぜって、罪を罰するのは当然だろう。そいつは嘘をついたんだ。敏腕商人だというから招き入れてみたが、叩けば叩くほどボロが出る。ユールモアは支え合いでできている愛の都だぞ。与えることもできないのに与えてもらおうだなんて許しがたいゴミクズだ。私は嘘の罰として、そこから飛んで出て行けと命じたんだ。なのにそれだけは許してくださいなんて、ピーピー泣きわめく。慈悲深き王者としては、別のことで誠意を見せてもらうしかないだろう。何をさせたんだ。罪食いはユールモアの同胞、そして生き物の体を構成するエーテルはその餌になる。だからそいつには肉を捧げろと言ったのさ。自分で自分の体からそぎ取って。なのにそれすらも最後までやり遂げられないときた。まったくもって面白くもありゃしない。確かにカイシルには偽りがあったかもしれない。だが彼は本当に強く、この都市に憧れていたんだ。それにこのような暴力と恥ずかしめで応じるのがユールモアの民なのか。へえ、浅はかなやつめ。この壊れた世界に夢のある楽園を築くことがどれだけ難しいと思う？必要なのは永久に脅かされることのない安全と、たった一つの揺るぎなき秩序だ。そしてそれをもたらすことができるのは、罪食いを従えられる私だけ。故に私こそが絶対の正義。その言葉に従えない者は処断すべき悪党なのだ。どんな些細なことでもな。
の何が楽園か。ところでお前、ここにいるからには腕を買われたんだろう。何のために雇われたんだ。絵を描くためだ。ほほ、画家か。ならば私のために一枚描くがいい。綺麗に描けたら、こたびの無礼を許してやろう。引き続き、ユールモアに住まわせてやるぞ。おい、何を勝手なことをしている。私が絵を描けと言っているのだぞ。あなたに必要なのは絵画ではなく鏡だ。醜悪の塊が煮崩れたようなご自身を一度よくご覧になるといい。歩けるかい？あいつら、私を、この私を、ぶべつ。あいつら許さない。人形にだってしてやるものか。苦しめて、恥ずかしめて、殺してやる。